皆さんこんにちは。すくすく動画もこれで5回目になりました。今日は東西公民館にやってきました。うさぎうさぎ何見て跳ねる、十五夜お月様見て跳ねる。こんにちは、東西公民館の帯です。残暑も厳しかったけれど、いつの間にか秋になりましたね。ところで、どうして十五夜の歌なの？秋といえば、食欲の秋や読書の秋なんて言うけれど、お月見もあるのよ。こんにちは。お月見って何？お月見ってどんなことするの？お月見ってどうしてするの？ お月見っていつ？ちょっとちょっと、二人とも落ち着いて。今年は10月1日がお月見なのよ。すすきやお団子を飾るのよ。へえ。楽しみだね。今日はお月見についてコアラの会の吉田さんに聞いてみましょう。吉田さん。はい。吉田さん、2人がお月見について知りたいというのでよろしくお願いします。はい、何でも聞いてくださいね。十五夜って何だい？十五夜っていうのはね、一年で一番綺麗にまん丸のお月様が見られる日のことだよ。へえ。そしてこのまん丸のお月様になるのにだいたい15日ぐらいかかるんだって。そうなんだ。だから十五夜って言うんだよ。僕知らなかったよ。なんでお団子飾るの？お月様のパワーでね、秋になるとおいしいものやおいしいお米がいっぱい取れるでしょ。それでお月様と同じようなまん丸のお団子を作って飾って、お月様、今年もこんなにお団子が作れておいしいご飯がいっぱい食べれます、ありがとうって感謝するのよ。へえ。私も神様に感謝しなくちゃ。すすきを飾るのはどうして？すすきを飾っておくと月の神様がやってきてくれるんだって。そうなんだ。そして魔除けって言ってね、見えない悪いものをやっつける効果もあるのよ。なるほど、僕知らなかった。二人ともお月見について分かった？うん、僕お月見やりたくなったよ。私お団子作ってみたい。そうだね、白玉団子の粉で簡単に作れるのよ。今日は4歳と1歳の兄弟がお団子を作りながら作り方を紹介してくれます。この白玉団子を作ります。小さい子でもふわふわで柔らかくて食べやすいかと思います。では白玉粉に同じ量ぐらいのお豆腐を混ぜます。混ぜてください。どれ？全部？全部入れてね。入れた。入れたらお手手でこねこねお願いします。気持ちいい。混ぜして耳たぶぐらいの柔らかさになったらお団子を丸めていきます。また？うん、じゃあ少し取って丸めていくよ。まだよ、まだ耳たぶになってないもん。じゃあもうちょっと柔らかく混ぜ混ぜしてね。混ぜ混ぜ混ぜ。耳たぶぐらいの柔らかさになったら小さく、そんな大きくないよ、小さく取って丸めていきます。どんくらい？ん？ちょっと取ってごらん、手に。これ？そうそうそう、これ？うん、くる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 。
たらお皿にのせてね。くるわ。くるみちゃんにもどうぞ。少し取ってどうぞしてあげて。あー食べちゃったくるくる。じゃあ皿に置いていいよ。くるくるくる、こねこねこね、気持ちいいね。よし。よいしょ。よいしょ。よし。できたぞ。下を茹で、茹でていきます。はい、わかりました。熱いので気をつけてね。はい。赤ちゃんは、浮いてきて 1,2 分経ったら氷水に入れます。出来上がりです。がっちゃん、くるちゃん、どうもありがとう。白玉団子の粉はスーパーなどに売っていますよ。小さなお子さんも簡単に楽しんでお団子が作れそうですね。僕も私も作ってみようと。作るときはお家の人と一緒にやってね。お団子はきな粉やあんこで食べると美味しくいただけますよ。月でうさぎがお餅つきをしているお話をしながらお月見をしてみてください。今年は10月1日です。次回はハロウィンです。お楽しみに。じゃあね、バイバーイ。